アルさん側がどれぐらい JP 対策やってきてるかみたいなとこあるよね。相当やってそう、多分クソ苦手だと思ってるから。何やとフル食べてる。そうだね。プッサンが自ら言ってんのかこれ。自ら言ってるね。ゼロストあり余り物ありけん勝負しだした。もう一回戦ってくるわ。頑張って。いや、レンキュンうまかったなぁ。俺レンキュンマジうまくなってない。普通にうめんだけど。JP 使いたくなったもん。レンキュンマジでもうなんか知りたいことあったら全部聞いてほしい。フェンリッチさんがいるんだっけ？立ち回り俺にめっちゃ似てたよ、マジで。いいでしょう。あ、そうか。でもさ、この組み合わせマジガイルきつくない？あ、でもね、俺ザンギの方がきついわ。あ、俺ガイルでランクもやってる時マジで勝率低い JP。最近めっちゃいいんだよね JP 戦。でなんかね、やることが明確でこっちはもう。ちなみにレンさんのことは何て呼べばいいんですか？私レン君って呼ばれることが多いですね。レンキュン。あ、レンキュンだっていい。じゃあレンキュンいいね。なんか俺大佐の切り抜き見たんだけど。ちょっと待ってよ。いや、ディスコ見てるけどそのサーバーがわかんない。しょうがねえな。やべ、キャラが JP だって。ドライブゲーム。うまいやって方。よし。いや、ごめん。それじゃない。積んだっぽいな。あ、なるほど。なるほどね。なるほどね。これうまいな。なるほどな。ゼロスト。あれ？俺の応援なし。俺の応援なし。このチーム。ゼロストさん。このチーム応援なし。あれ？いや、応援しなくても勝てるやろ。あれ？あれ？いや、もうダメ。罪なんだよな。JP。よしき、一言欲しい。いや、もう弱いってパープルやめろ。お前パープルやめて練習しろ。死ねよ。言葉強いこのチーム。お前本当にリーダーかよ。お前。いやー、そうこの上げなんだ。まあでも。なんだこれ。いや、まあ知らないんじゃない。あ、また SS 残る。いや、さすがに知らないから。おお、逆卓だね。話警戒読み逆卓込まなきゃね。いや、これ武器だと思う。いや、まあでも確かに今まで散々パナしてきたからね、俺ね。このレイジに向けてパナしてたんだ、これ。今までの陸戦。おいよいよ。一応アクアさんにじゃあ DM しとくか。ちょっと待って。高木さんの代わりにブランカやってほしいです。いけますか？ボタンさんが呼んでます。ラボモンスター高本でお願いします。名前の指定までされて集合させられるけど、ちょっとアクは捨ててもらわないといけない今日は。どういうこと？代打ってどういうこと？いや、これは高木が悪いからこれはもうそうだ、全部ね。高木が悪い。確かに全部高木が悪い。俺らが何しても高木が悪いから。あ、これは高木が悪いです。でもね、アクアさんね、高木さんに教えたいって言っといてって言ってたんですよ。あ、そうなんだ。じゃあちょうどいいってちょうどよかったね。ちょうどいいではないだろ別に。ゲージ回復できてるよ。ナイスタイク。おお、これは。あーやるうまいね、冷静。これが V スポかー。これがやっぱ V スポなんだよな。e スポーツは V スポ。あっ信じっぽい。よしよしおいしい。しかもタゲコン偉い。うまっ。あいいねいいねいいねよ。ラッシュ来た。20ピークはあ本当だ。おいつむぎちゃんこれいいね。これでかいね。ほんまや。おおこれでかいわ。これありがたい。これ強いわ。エイペックス漬けになると思います。さらぎ連史上一番忙しい一月ありがたい話。 FPS 自体結構久しぶりそうだね。たまにバロラントやってあこんなに当たんないかって思ってたとこ。そうかうまくないこれだ最大。まあ、ちょっと難しいね。いや龍打集中状態ならば圏内なのでは。まずいこれこれ痛すぎ痛すぎ痛すぎ。おいなんだそれおいなんだよかとにれんことでそれはガチなコンボ。いやまあ多分ちょっと高い。赤澤大臣のコメントしたらあっちも鳥犬と持ち犬を召喚しようかと。ああ偽物ね。でもこっちは起きなかったからさしょうがないんだよね。しょうがないんだこれ。ああこれ強すぎ。ああしかもノーゲージやんかよこれ。ナイスナイスナイスラボモンスターナイスナイスいいねナイスナイス。これがラボモンスターだって。これがもと強えな。そうか剣落ちしてんのか。そうだよ剣落ち全部落ちる剣落ちやないか昇格で大佐も秋落ちで入ってる先生がクラシック落ちか。落ちばっかじゃねえかよ。俺と連休だけだよ落ちてないの。変わってないのか。今弱体化したキャラで戦ってんの。確かにルークと JP はだいぶだもう痛い。危ない。振り向きうまいっすねマジで。そうですか。うまいマジで。いやー振り向きそうですか。ああ褒めなきゃよかった。顔が見えてきたね顔が。振り向きさんは。出せないからなマジで。よし考えろ。あれ出すとは思わなかった。今のがファジー OD 勝利か。あっしてんだよ。あリバーサーやったうわうわっブランディングだな。まだ一つ配信者としてはブランディングだな。エビを選ぶっていうのは。若いね。まだまだ若い、高木は。ここでエビを選ぶのは。あ、選んじゃった。俺からしたら、あ、選んじゃったかって感じ、エビを。確かにわかるよ。エビを選びたいって気持ちはわかる、俺も。俺も、エビを選ぶことで、ちょっとその、存在感を出したいという気持ちはなくはない。うん。俺もエビ選びたいもん。正直ちょっと。一目置かれるようなエビ選んだら、この6匹の中でエビ選んだら、存在感は出る。確かに。な。わかる。それは。俺もそう思う。でもそれをしないのが大人。わかるか、高木。